はい、こちら、パナソニックの昔のね、ウォークマンタイプ、カセットテープ、ポータブルカセットプレイヤーね、ステレオって書いてあるね。で、SX15 っていう方なんですけど、これちょっとこの前ね、ヤフオクで買ったんですよ。うん、で、実はもう開けてるんですけどね、これね、動かない理由は、これなんです。このバネを支えるこの留め金、プラスチックのパーツなんですけど、これが割れるんだな、これ。もうこの機種、もうパナソニックのこのポータブルカセットプレイヤーの特徴で、こいつが割れることによって動かなくなるっていうケースがほとんどなんですよ。ね、まあほとんどか、まあもちろんゴムの劣化もあるけども。で、もうゴムベルトは交換しました。ということで、これをちょっとね、今回は何とかしたいなと思ってます。はい、実はこれ、この透明なちょっと白っぽいすすけたやつね。これトレーディングカード用のね、カードスリーブなんですけど、そこにね、わかるかな?そこに、瞬間接着剤、ちょっと多すぎたんで、こっちずらしました。瞬間接着剤を垂らして、そこにピタッと今、乗せてるんです。だから、最初はね、この割れが見えますかね?手前の筋が割れてるんです、あそこがね。あそこの割れた部分に最初、瞬間接着剤を流し込んで、くっつけたんですけど、しばらくは動いたんですが、結局、その接着面積が狭すぎて、接着がまあ長持ちしなかったっていうことだと思うんですよね。だからもう、こうやってちょっと強めの、ちょっと結構ね、伸びもないし、このスリーブ、メッケモンだったと思うんですけどね。まあそうやってちょっと貼り付けてみました。この後、丸く切り抜いて、もう一回装着してみようと思うんですけどね。はい、じゃあ。さあどうでしょうか。これをね、最初ここにあったやつをね、まあ縁に沿って、なかなかまん丸く切るのが難しいんですけど、こうやって切り抜きました。で、まだ穴の方は貫通してないんですけど、多分ね、これ穴貫通しなくても、このまま止めることができれば何の問題もないんじゃないかと勝手に想像してます。まあ、とりあえず装着してみたいと思います。はい、本体持ってきました。で、それでね、これがさっき作った、ね、さっき作ったやつね。透明な光っていうのがわかるでしょ?これをね、貼り付けたの。貼り付けて、まあ、割れてる部分だけ接着してもダメだから、もう全体で接着してしまえっていう、そういう企みです。うまくいくかどうか。ここにね、乗せて、ポチッとやればいいだけなんで。で、いけ!お、はまった!いい音がした、今。いい感じで音がしました。さあ、これでうまくいくのかな?どうなんだろうね。起動チェックしてみたいと思うんですけど、どうでしょう。なんか、いい感じにはまってる気がする。まあ、とりあえず、ちょっとね、もう一回蓋をして、きちんと、蓋するかな?まあいいや、ちょっと試しにやってみよう。はい。問題となるギアじゃなかった、ギアの押さえですよね。あれを装着して、動作確認です。もう、蓋も、ちゃんとネジ止めしました。で、バッテリーをちょっと入れなくちゃいけないね。ガム電池っていうんですよね。これ薄っぺらい。もう本当にもう今チューインガムって食べることないのかな?お、今一瞬電源ランプつきました。行ってみましょうか。なんかいけそうな気がする。さてと、再生ボタンを、テープ。あ、入ってるね。OK、テープね。で、行きます。あ、ランプついてね。ついてますね。あ、回転してますね。回転してますね。お、そうだ、リバース行ってみようか。ほれ。逆回転。いい感じですね。あと問題は音がちゃんと聞こえてるかどうかなんですけど、イヤホン。ヘッドホン。こういうやつですよ。でここなんですけど、ここにブックさ、
OK です。夏色は聞こえてきました。ということで修理完了なのかな。あれで直ったとしたら全国のこのパナソニックポータブルカセットプレイヤーね、修理中の人すごい朗報だと思いますよね。あの最初に言ったように、あの押さえのプラスチックが割れちゃってんですよね。ね、ちっちゃい割れちゃって、それを割れてるのをそこだけ接着してもうまくいかないんで、今回はあのもう全体をね、もう最初の方にもう一回戻ってもらえばいいんですけどね、あんなことやってみました。これでまたしばらく疲れるんじゃないかな。音もいいですねやっぱね。ということで終了だ。グー